昔うちにいた社員がアスペか発達かですごく扱いにくい人で、記憶力と頭の回転はすごいんだけど、言われたことしかしないし、言われてないことは絶対しない。だから、上とも下とも外ともしょっちゅう揉める。指示とかに矛盾があると、納得いくまで何時間でも問い詰めて、引き抜きで入ってきた仕事しないクソ上司を2時間ぐらい軟禁&尋問。まあまあその辺でと仲裁しようとした別上司、クソ採用の責任者も一緒に、さらに軟禁&尋問2時間追加。いくら仕事にそつがなくミスがないからって、こんなことやっちゃったら、そのまま会社に置けいとけないってことで、ものすごく腕はいいけど、とてつもなく、偏屈で暴力上等な社長のいる取引先の零細に、研修名目で追い出して、事実上の窓際送りにした。俺も何度か仕事したことあるけど、言うこと聞かないと、すぐ手と足が出る人で、ああ、これ初日で喧嘩別れして終わりだなって、俺含めてみんな確信してたら、そこの社長と意気投合して、あっという間に、不安みたいな立場になって、次の月には、会社を辞めて、そこに入ってしまった。社長曰く、こんなに余計なことしない本物の指示待ち人間、初めて見た。言われたこと以外をしないとわかってるんなら、こちらから口に出して命令するのが当たり前。こいつは言われたことはその通りしっかりするんだから、ちゃんと動かないって言うんなら、命令の仕方が悪い。上司に噛みつく。そりゃ、まともな命令出さなきゃ誰だって、文句言うに決まってる。嫌なら、ちゃんとした指示を出せ。そもそも、100% の仕事に、120% の実績を求めて、まともに組織が成り立つわけがない。言われた以上の仕事をやれというのは、上の言うことを聞くなと言ってるのに等しい。だから、日本の組織論はダメなんだ。などと、様子見ついでに挨拶に行った上司と、俺が、なぜか2時間説教された。その間アスペは、ずっと仕事してて一言も喋らなかったけど、目がギラギラしてすごい楽しそうだった。うちにいた時は、無表情で人をバカにした雰囲気だったのに、完全に別人にしか思えなくて衝撃。あの偏屈社長にここまで気に入られる奴がいたのかというのも衝撃。なんか、最近婿入りの話まで出てるらしい。